リコと申します。よろしくお願いいたします。プリンキピア始めていきたいと思います。今回はクリスチャン・ホイヘンス編第2回目ということでですね、今名声730なので、できればもう今日で終わってしまいたい今回で終わってしまいたいで、いけるんじゃないかなと思うのが、発見を、早速やっていきたいと思うんですけれども、ただ発見も120なんですけど全然出てこない。ハレーはまだでしょ、身の程をわきまえてな、目線25で来てますから大反対しておきましょう。であと2つあるんで、それ発見していよいよ波についてですね、波動説についての研究や、全部やらなくても名声戦になりそうな予感、今までのね経験によってなんです全然出てくるのにこの推理、発見が全然発見してくれないの、待てよタイムが全然来ないな。ホイヘンスのそのもうウォンディス教会、なんか何もない一年だったな何だっけ、クリスチャン・ホイヘンスに関して言えば、ブリコ時計と研究よりもなんか発明とかの方が有名だったのかな当時。で存在の発見、土星の衛星ですね、で論文作成で土星の衛星いきましょう。土星の衛星括弧5、私は土星についての研究を進めるうち、今まで存在確認されていなかった土星の衛星括弧5を発見した。私はこれに、テチスという呼称を設けることが適当であると考えるということで、これを提出していきましょう。論文提出。さあ多分大発見って言ってくれる気がする。素晴らしい発見、大発見ありがとうってな感じで、受理されました。ということでですね、名声もかなり上がって、であと一ついこうかな、あとどのくらいで発見してくれるんだろう。今までかつてこんな上げたことがあるのかな、150何度とか全然出てこれないじゃん。でも発見7つありますからね、結構多いんだよね。そのホイヘンスはきっとなんか本当に波っていうイメージはあるんですけれども、実際はこの実際にその説明を読んで思ったのは、発明家さんだったんですねでしかも天文学者、ホイヘンスとフック批判か、批判、いつの間にか批判されてて有効度落ちちゃった。ベッヒャー69、69か、微妙なラインだな、賛成してこ。受理されました。よーし。昔科学者の本を見て、昔って言うともうすごい昔です私が学生、中学生とかの頃かな、その本で読んだ時にですね、ピカールだな、まだ最初の頃全然わかんなくて、本を読んだ時って科学者の名前のとこ次に役職が書いてあって、存在発見来ましたね、発見しました。その科学者の
欄に、あの物理学者で天文学者で芸理系、あー賛成不受理ですね、まあ、賛成でもいいと思うんだけどな、69あれば。あのまた話が途中になってしまったんですけどあの科学者の職業欄みたいなところに、科学者であり、政治家であり宗教家であって、で、なんだろう、物理学者天文学者みたいにたくさんあるじゃないですか。なんで、なんでこの人一つの一人なのにこんな職業あるのみたいな、なんかすごい不思議だったんですよね。で、まあ先にホイエンスの論文いきましょうか。土星の輪の中の間隙、隙間か私は土星について研究を進めるうち、今まで存在確認されてなかった土星の輪の中の隙間を発見した。私はこれに空隙コノという呼称を設けることが適当であると、考える。ハレーは多分ダメですね分かってますよ、名声低いことは大反対で、その科学者が科学者だと思っているんだけれども、多分その当時としては政治家、科学者が職業として成り立たなかった時代だから、ここの時代とかも、ここの時代はちょっと良くなってきてるのかな。その前の時代とかも科学者とかって、あの職業っていう感じじゃなくて趣味でっていう感じが強かった時代なんで、政治家をやりながら科学もやってるし、政治家しながら天体も見るしみたいな、医者しながら実験してるしみたいなのがあったんで、なんで今とはだいぶ科学者っていう立ち位置みたいなのが全然違うのが昔の科学者っていうのを知らなかった時はすごい不思議でしたね。すごい能力高いんだみたいな、政治家やって医者やってみたいな、宗教もやってみたいなでもそれがどん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 理解していく、いろんな本読んで理解していくうちに、あ、こういう風な背景があるから、あ、そういう風にたくさんやってたんだなみたいな、そういう職業もたくさんみたいな、職業じゃないのかな、やってた研究はこれほど多いんだみたいなあ、だから、あ、政治と物理学となんかとか市長とこの市長の時期と科学やってた時期みたいなそういうのがあるんだなって、その一人一人の歴史を知ることによって、よりその当時の、全然私歴史としては、歴史学って世界史レベルでは全然知識ないんですけど、科学者を一人一人知ることによってその当時の歴史が少しだけ見えてくるっていうのがすごい面白いですね、科学史っていうのは。多分もっとその科学史とかね、科学史じゃない、世界史とか理解できたら科学史もすごい面白くはなると思うとは思うんですけど、そのニュートンのさんの時代とかペストとかはね、原因で、一旦大学から地元に戻ってたりするんで、そういうのとかもちゃんと歴史の背景とかをちゃんと理解したり、あとはこの当時でいくと、そのね、王族のいざこざがあって、お金とかも貨幣価値が下がったりとか、そういう風にいざこざや貨幣価値の価値が下がったりとかで、科学者というか給料が払われなくなったりっていう背景とかもね、見てると楽しいと思うんですけど、なかなか一人一人の科学者を追い切れてないので、私もそれが他の人の科学者を結構追い切れたら、今度は世界史で求めたいですけど、まあ夢です夢
どれなんだろうな、光の性質とかなのかな。でも光の性質違うような気がするな。うん、でも光の性質いってみようかな。研究テーマはここ光の性質にしたいんだけれども、論文閲覧で光の性質、光の性質出てそうだな。今出てたな、光の性質。バロー、ニュートンとバローが結構きてるな。いや、光の性質じゃない方がいいな、これ。ちょっとテーマ一応、研究中断して、光の本質は誰もやらない気が。普通、コンピューターのターンで、光の性質は、今やったようにバローとか、アイザック・バローとかアイザック・ニュートンとかが、ダブル・アイザックがやるわけですよ。で、結構早い段階じゃないと、ああ、やばい、ゲーリケ、完成度いくらかっていうの見てなかった。ごめん、ゲーリケ。反対しちゃったよ。ああ、よかった。ごめんね、ゲーリケ。なんで光の性質に関して言うと、あまり遅くやってしまうとほとんど出てて、論文提出が遅くなるので、光の性質に関してはゲームが始まって早い段階でやることをおすすめします。じゃないと結構バロンが先に出しちゃうことが多いんですよね。芸歴完成度93ある。いやもうこれ大賛成だよ、大賛成。さあ受理されました。はい、いやーハーレー大反対。それと反対に、実は光の本質に関しては、これ前もどこかで言ったかもしれないけども、光の本質はですね、やらないんですよ、コンピューターが。なので何もどれやろうって思ったら光の本質をおすすめです。それか光の本質は他の人がやらないので後に回しても全然いいっていう感じですね。で、漢字は今まではピカールだったんですけど、私がいよいよアカデミーの発展のために尽力しますと書いてたんですけど、いよいよ漢字になりました。おめでとう。ということで、ホイヘンスはトップを取ったんで、あと名声が100超えるだけですね。100じゃないや、100はもう超えてんだよ。1000です、1000。あーごめんね、ピカール。いやー、なんか論文やっぱ出さないといけないな。ヘビリウス完成度80なので賛成しときます。はあ、ピカール。おお、受理されましたね。そう、まあやって、ベルヌーイからゲーリケに論文批判ですね。93で否定するって感じですけど、否定するのか。私はね、もうあと2年くらいかかるかな。あ、理論を発見した。光の波動説だ。
そうなのか、本質の方が波動説なのか。そう、これ検証していきたいと思います。でも最初の方の人物紹介で評価されなかったって書いてるんですよね。これ評価されるのかな。光は波動ですよって、いやーこれは信憑性がないとか言われないかな。言われそうだな。さあ、あと1回くらいかな。ハレーはもう良い。ハレーはいいって、もうあと1回で9月にやって10月に論文作成、11月に提出。光の本質について、私は光の本質についての研究を進めるうち、光は波動であるとの結論を得た。この事実は光の本質を論じるにあたり極めて重要であると思われると。ベッヒャーですね。58、ダメ、大反対です。不受理ですね。で、ただいま11月で、で論文提出していきましょう。完成度81で誰も提出してないと思うので、これでいけるんじゃないかな。ピカール、あー賛成してくれた、ありがとうピカール、よかった。公開されてきましたよ。来ましたよ。やった。あー、バローがなくなってしまった。さようならバロー。いやー悲しい。さあ、ローボイルですね。バローがいなくなったので、で次はフックが来ましたね。で会長に、会長になりました。私、ホイヘースと申します。ということで、会長になったホイヘースは引退したいと思うんですけれども、まあ、今回も比較的楽だったかなっていう感じですね。さあ、パリカンアカデミーの会長に選任されました。ということで引退したいと思います。ということでですね、1678年1月、クリスチャン・ホイヘンスは研究生活から身を引いた。パリ科学アカデミーの高い地位である会長にまでなった彼が行った独創的な研究は数々の素晴らしい成果を上げ、非常に高い評価を得ている。彼の新しい理論はとても優れていた。例えば振り子の振動面は地球の自転によって回転する。あれこれが来るんだという彼の理論は当時から広く認められていた。また空撃をかな、発見したのは土星の話か、他ならぬ彼である、その優れた洞察力で振り子時計の可能性に気づき、実際にそれらを、作成することに成功した。後年ある詩人は彼の業績を称えてこう言った。自然と自然の法則は夜の闇の中にあった。神は言われた、ホイヘンスありとあれと、それとするとダメだな、するとかなり明るくなったっていうことで、ということで年表ですね。ホイヘンスは何歳だっけかな、最初37、8くらいから始まったので、まあそこからどん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 研究して、お金もそれほどね、教育自体もなんか解説見る限りでは教育自体もよくいい感じでお金があって受けることができたっていう風な、恵まれている方なんではないかなと。でも私もまだホイヘンスの人生は調べきれてないんで
全然的外れなこと言ってるかもしれないですけれども、なのでホイヘンスも、もうこの今録画してる時点で何人かは個人的にその科学者の歴史ということで人生を追って追ったのを動画にしたいなっていうふうに思ってて、今準備を、少しずつですけれども始めていっているところで、でホイヘンスはまだやってないんですけれども、でもどうなんでしょうかね。ホイヘンス自体すごい今ではすごい認められてるっていうのが、その光に関しての、粒子説なのか波動説なのかみたいな、小さい粒が光の正体だっていうのと、いや光っていうのは波なんだっていうのがすごい長年議論されてきて、波動説の人がいて粒子説の人がいてみたいなことで争っていたっていうのは科学の歴史にはあるんですけれども、その中でも多分この当時ってニュートンさんですよ。ニュートンさんの初めの名前をアイザックだ、アイザック・ニュートンさんですよ。そのニュートンさん自体がすごい影響力がありすぎたんで、でそのニュートンさんが粒子説っていう風に言ってたんで、で光の粒子説ってなんかニュートンさんとか後の方になってしまうんですけど、アインシュタインとかっていう風な人たちが有名ですけれども、この波動説っていうので、まあ有名なホイヘンスさんですけど、多分この当時は本当にニュートンさんの力が強すぎて、波動説を唱えてもあまり見向きされなかったんじゃないかなっていうふうに想像しますね。なんじゃないかな、なんかそう考えると今では当たり前にその光の波動説っていうのは干渉とか干渉島とかだったら絶対に誰でもその分野に行った人は習うみたいな、ほとんどの人が知っているような有名なものでも残って、その波動説っていうのはホイヘンスっていう名前が残って、残ってくれたのは本当そこにニュートンとかの影に埋もれずちゃんと現代に残ってくれたのはすごいなっていう風に、しかもそのホイヘンスがこれやって分かったのは振り子時計とか発明家でもあったみたいなのが、結構すごいなって、手先もかなり器用だったんで、手先なんかすごい数値が高かったですもんね。ここで言う数値がなんで、手先も器用だし望遠鏡も作るし観測もするしという広い分野で活躍した方なんだなっていうのが分かってすごい面白かったです。ということで今回はクリスチャン・ホイヘンスの人生を歩んでいきましたが、You Fame Was 1074ポイントということで、Excellent You Might Have Acted Better Than Him ということで、まあまあいい感じで終われたんじゃないかなっていうふうに私も思います。 Thank you for playing ということで、いや本当にこちらこそありがとうございます。毎回毎回楽しいゲームです。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画で、次はちょうどじゃないですけど、だいたい半分くらい来たので、また次の科学者の人生を歩んでいきたいと思います。それではさようなら、バイバイ。